おまけ。これパッションフルーツって言います。本当はっていうか買ってすぐの時にはツルツルだったんですけど、時間が経つにつれシワシワになりました。パン屋さんとか洋菓子屋さんだったらパッションフルーツとかよく見ると思うんですけど、意外と見たことない、果物自体を見ること機会は少ないんで、あったものを取ってみました。食べ方は簡単です。包丁でちょっと切って切るめっちゃ切れなかった。こんな感じです。ででんででん、このみたいな緑のものが種で、この黄色いのが実みたいなものですね。でもこの種も食べちゃう果物です。味の特徴としては甘酸っぱい酸味が強い果物です。こうキウイみたいな、おじって食べます。切り方がよかった。あ、こんな感じですね。まさかこんな感じですね。あ、酸っぱいっす。パンとかお菓子で使うときにはこの特有の酸味がいい味になって、夏とかは結構人気の商品なんじゃないかなと思います。マンゴーとかパインに並ぶトロピカルフルーツ。パッション酸っぱい。これを今回紹介したのに理由があって、ちょっといっぱい食べてから。食べました。本当に食べました。で、美味しくいただいたんで、今回これでやりたかったのは天然酵母をこいつを使ってパンを膨らます酵母を育てていきたいと思います。この切れない包丁を使って適当な大きさにして、今回用意したのはこれ、ダイソーさんで売ってる、なんていうんだろう、これレンジ容器、まあなんかよくわかんないんですけど、大事なのはこう蓋ができること、こういうできることと、ちょっと一回背伸びて、よいしょ、ここがあまりもろくないことかなと思います。まあ密閉できる容器だったらいいと思います。ラップとかだったらちょっと心配かなって思うんですけど、まあ今回これらを使っていきたいと思います。
じゃあ天然酵母行ってみましょう。こうがいいかな。こうしようか。よし、これで行ってみましょう。まずい皮の重さが 30g。 これ水です。蛇口ひねっただけの水道水です。これを入れます。1対1、違う1対2かな。あ、1対1って絶対違うわ。1対2です。1対2。30のフルーツに対して60。いや、これはおかしい。もうちょっといい感じになる。入れてみよう。これ入れてみましょう。30対123。220度と1対4。1対4。これでいいんじゃないかな。で、こう、ちょっと見えにくい。これが、ちゃんと水に浸かるようにして、これでいけると思うんだけどな。ここはやばい。飲んで行ってみましょう。もう食べ物としてダメになった果物を使ってもらってもいいし、まあ食べれる果物を使ってもらってもいいし、カビが生えてたらカビを避けて入れたらいいと思います。今回カビは見られなかったんで、このまま蓋して使っていきます。よし。パン屋さんとかだったら、あったかい釜の上とかに置いておくと、なんていうんだ、あれ、発酵が進むかな、細胞分裂が進むかな。あの、天然酵母は菌なんで、生きてるんで、寒いところよりも暖かいところの方が動きが活発になって、まあ、進行が進むと思います。とりあえずはまあこのまま数日放置なんで様子を見ていきましょう。